北京五輪をめぐり人権弾圧を理由に各国の外交的ボイコットの表明が続く中、国連のトップであるアントニオ・グレーテス事務総長は北京五輪への出席を表明しました。アメリカと一部の同盟国が外交的ボイコットをしているにもかかわらず、グレーテス事務総長は国際オリンピック委員会 IOC からの招待を受諾しました。招待について明確にしておかなければならないことがあります。 オリンピック検証では、世界の指導者や政治家は開催国ではなく、各国の IOC 支部から五輪に招待されることになっています。中共政権も12月9日の記者会見で、このことを認めました。約2週間前、中共関制メディアは、誰を招待するかを決めるのは IOC ではなく、中国であると示唆しているようでした。中共機関紙人民日報参加の英語版環球時報によると、 中国はアメリカの政治家を五輪に招待していないし、多数の外国人ゲストを招待する予定はないとしています。これはアメリカとイギリスが外交的ボイコットを検討していると表明したことを受けてのことです。これはそもそも招待していないのだから、ボイコットは意味がないというメッセージのようです。中共管制メディアはまたフランスのボイコットに関する態度を報道する際にも、不都合な点を省略したようです。 中国メディア観察者は12月10日の記事でフランスのマクロン大統領はボイコットに追随する予定はなく外交的ボイコットは意味のないもので賞に過ぎないと述べたと報じています記事はまたフランスのブランケール教育兼スポーツ省がボイコットを否定したことにも触れています12月9日にマクロン大統領が実際に発言した内容を見てみると 外交的ボイコットの効果を疑問視しているもののボイコットを否定しているわけではありませんこの点は明確にしておきますボイコットして選手を派遣しないか参加して有益な行動を起こす道を選ぶかそのいずれかです国際的な舞台でのすべてのことと同様に私は有益な効果をもたらすことをしたいと思います一方フランスのルドリアン外相は フランスはこの問題について他の EU 諸国と協調するべきだと述べました。EU はまだ態度を表明していません。現在のところ、ファイブアイズ加盟国が北京五輪に政府関係者を派遣しないことを発表しています。アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの他にも、ヨーロッパではリトアニアとコソボが外交的ボイコットを宣言しています。 しかし、これらの国は選手団は予定通り派遣するとしています。NTD ジャパンがお伝えしました。